こんにちは。楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔のマネーを語る。市場分析の専門家として仕事をしておりますと、予想、ズバリ予想というものをよく求められます。特に2021年に入って相場の方向がもたもたして一様ではないというような展開になりますと、投資家の皆さんも不安、ストレスを感じます。そうすると、なおさら単純明瞭な答えを押してくるということが多々あります。ただ私自身は相場の予想というものはたわいないものだと。そして、予言のような予測技術というものは存在しないんだということを申し上げています。自分の大切なお金をある予測に投じているという場合、その予測というものが一体どういうものなのか。ということ自体を最低限知っておく必要があるであろうというふうに考える次第です。そこで今回のテーマ、こんな予想いらない使えないパート1限界ということで、今回の話というのは全相場共通です。株も債券も為替も商品も暗号資産もということです。ただここにパート1とありますように3回にわたってお話をします。今回お話しすることは、予想ツールに限界あり、予想分析の道具としての限界についてのお話です。アンケート等によるコンセンサス予想、それから理論に基づく予想、テクニカル分析に基づく予想ということで考えています。2回目以降は予想に裏ありということで、皆さんが普段目にすることが多い予想というものがどんなものなのか、それぞれに限界、落とし穴というものがあります。逆にそういうことを気をつけていれば、部分的にでも予想として生かす道というものもある。そこを踏み込んで考えるのが3回目、そんな予想も生かしようありということでお話を申し上げます。まず相場予想とは何かということでお話をしますけれども、私この投資る動画でも何度も何度も台風予想を例にお話をしてますけれども、市場予想と相場予想というのはちょっと似てるところがあるんですということなんですね。どこが似ているというと、組み立て方なんですけれども、まず理論が、それから過去データ、経験があるということですね。ですから理論に基づいて過去のデータをそこに入れて、今回どうなんだということを見ていくわけですけれども、近年特に天気予報が短期でよく当たるというふうに皆さんお感じになっていると思いますけれども、この理論とか過去データというのは変わりがなくても、3番目、観測技術が上がっている。観測能力が上がっているということが指摘されます。相場も同じで、理論と過去データというものは、もう50年、20年、30年、延々積み上がってきたものがありますけれども、やはりコンピューターの時代、ネットワークの時代になって、観測技術というものが上がっている。個人でも相当な観測能力を持っている。いうことによって、いろんな対応の仕方ができるようになっているということです。この台風予想との兼ね合いで申し上げますと、まず左の図ですけれども、以下の教科書によく載っていた、月ごとにだいたい台風の経路って平均的にはこんなパターンで来るんですよということでした。でこのうち夏場と言いますと日本側に来る、そして季節外れですとフィリピン、台湾から大陸の方に抜けていく。こういうことが一般的に、今線を入れますけれども、この紺色の点線のように大きくは分けられるということになります。ですから、通常、例えば今後1年、2年の見通し、あるいは5年、10年の見通しっていうふうに問われたときには、こういう過去の平均的なパターンと最低限、その期間に想定されうる条件というのを照らして、だいたいこういう軌道をたどるんじゃないかということをざっくり話をするんですね。これが平均的な、通性的な予想ということになります。
ただ現実に台風が来た時にこういう説明では何の役にも立たないということで、右の図ですけれども、実際に台風が来た時におなじみの予想図ですね、扇形の予想が徐々に広がっていくという点形ですけれども、この今点 A にまで台風が来て、そしてこの季節弓なり状に日本列島に絡んでくるんではないかという、こういう予想で12時間後には円 B、 24時間後には円 C、 36時間後には円 D のあたりにいるんじゃないか、まあ、こういうことを予想としてこの A の時点で出しているわけです。そして12時間後、実際に台風が軌道をたどってこの円 B に入ってきた、そしてそれから12時間後も円 C、 上限の方ですけれどもまだそこに留まっていると、こういう場合にこの点 A の時点で想定した予想、36時間後、まあ、円 C からすると、そこから12時間後に円 D にいるのかどうかというと、ここで円 C の上限あたりに来たことによって、その時の天気図、あるいは日本アルプスを挟んでの太平洋側か日本海側かという分岐、まあ、そんなことによって、今図を入れますが、このスモール D の円の方にずれてしまうなんていうことは多々あるわけです。金融相場という大きな流れは変わらないけれども、この C のところで、位置が少しずれたことでそれまでとは違う軌道に入る。でも大きな意味での弓なり状の軌道は保っているという、まあ、こういうことは相場においては日常的に起こることです。まあ、こういうことを時間の経過とともに見ていく。ですから理論があって過去データでざっくりと見通しを立てる。だけれども現実の相場というのは観測が重要で、それぞれの場面においていろんな分岐点というものがありますので、それも捉えていく、まあ、これを繰り返していくというのが基本的には相場へのアプローチということになるわけです。まあ、その点でもう A 地点で36時間後には東京に来るであろうというふうに言っていたものが、これが日本海側に抜けていったことで、なんだ東京に来ないじゃない、予想外れたじゃない、言われればそうなんですけれども、もともとこの A の時点で東京に来るということの見立てというものはやはりたわいないもので、およそその可能性はあるけれども、あとは観察なんですよということになるわけです。まあ、そんな中でいろんな、まあ予想、専門家が出す予想というものについて、考えていきたいと思いますけれども、まずいろんな専門家にアンケート調査をして、そして、コンセンサス予想、市場参加者はこんな見方をしてますよということをよく提示されているのを目にします。おそらく投資家の皆さんもそういったものを参考にされているのではないかというふうに思いますけれども、実はいろいろ検査をしてみると、このコンセンサス予想というものが予想というよりは今を語っている傾向があるということが分かっています。まあ、どういうことかと言いますと、この図は相場によくあるパターンです。トレンドがこの赤い点線のように上だというときに、実際の相場ってこんなにおとなしくこの赤い線に沿って動くというよりは、通常はやっぱり上だと思ったら、みんな立ったとこう買い上げて、そして、儲かって気持ちが大きくなって、やっぱり上だという人たちが次々と追随してくる、まあ、そういう加速的に相場が上がる場面なんですね。でも短期的に上がりすぎると、今更入っても割り食うだけではないかという、まあ、そういう人たちが増えてくると、新規マネーの流入が減ってくる。そうするとすでに相場に参加している人たちの強気だけで回転するけれども、お金の流入が減るに従って勢いが鈍ってきて、やがてピークを過ぎる。そうするとそれまでに買った人たちが慌てて売り逃げようとするので、ストーンと落ちる。そしてその後相場がある程度のところまで行くと、トレンド線付近で売る側は売る側で、まあ、これ以上売ってもという躊躇が出てくるし、買う側も寝ごろ感でそろそろ買っていいんじゃないかというしてくるしということで、また相場が持ち直して、まあ、こんなふうな波動をマーケットではよく見かけます。コンセンサス予想が予想ではなく今を語るというのはどういうことか。
言いますと、この図に今から矢印を入れていきますけれども、こういうふうにそれぞれの場面の相場の接点の方向ですねの方向を見ている、つまりその時の水準とそれまでの勢いの延長線上に平均的予想は来るという、そういう傾向があるわけです。ですからこの後こう何本か矢印を入れますけれども、時間の経過とともにこういうふうに変わってくるということなんですね。実は相場、多くの人たちはこのピークを気にしますけれども、専門家、プロの人たちですと、通常はこの矢印の傾きが加速的に上がっていたところからだんだん緩くなってくる場面、低くなってくる場面ですね、ここを変極点といって、相場のモメンタムが落ちたというようなことで、そこを重視する、そろそろピークかもしれないということを警戒し始めるわけですね。ところがコンセンサス予想を信じて、まだまだ専門家は上だと言っているというようなことを真に受けていると、実はこれ接戦の方向ですから、相場の転換点には必ず後手に回ります。その時に後手に回って、上だと直前まで言ってたのに相場下がったじゃないかと言った時に、売り逃げ方ということを心の準備をしていないと、この下落に巻き込まれてしまう。上がる時よりも下がる時の方が相場は早いという、こういう特徴もあるので、こういうふうに予想を真に受けていると先手を打てないという、まあ、基本的なパターンがあります。続いて理論予想、理論に基づく予想ということですけれども、金融業者のアナリストをしていますと、客観的な方法できちんとデータを分析した上で予想を出さなければいけないという、まあ、こういうルールがあるんですね。ですからその点では確立された理論で説明するという傾向が強いです。ところが実際のマーケットというのは不確実性が強い、純粋な、本当に純粋な理論においてはマーケットというのはすでに分かっていることについての情報は織り込まれているということは、新たな情報によってしか動かないっていう、こういうことになっているんですね。現実の相場というのは必ずしもそうではありません。だけれどもこの純粋な理論の考え方からしますと、相場というものは常に先行き不確実であるということなんですけれども、それに対してすでに確立された理論と、それから確認されているデータで分析していく、不確実なものに対して確定した理論で対抗していくということになりますと、これなかなか当たるというものでもないんです。それでもそういう方法しかないので、通常はそれに基づいた分析というものが提示されている、こういうことなんです。でもちろんこれは過去の延長線上で次はどうなるかというのは分析の基本ですので、間違いではないんです。その時に問題になってくるのは、実は時間認識、タイミング認識があるかということなんですね。どういうことかと言いますと、例えば為替のアナリストがよく使うのが購買力平価という考え方です。この赤い線がドル円相場ですけれども、この青い線というのは、これは PPP 購買力平価の略称ですけれども、要は日米のインフレ格差の線なんですね。で、長期的に見れば為替レートというのはこのインフレ格差によって説明がされると、こういうことが言えますし、この図を見ていただくと、なるほどそうかというふうに確認もできます。で、ここでタイミング認識、時間認識があるかということなんですけれども、実はこの青い線を描いても、為替相場というのは、この青い線に沿って動いている場面というのはほとんどなくて、その前後で触れているというのが普通の姿です。しかもこれ、1973年から撮ってますので、何十年もの間の図なんですね。ということは、もう3年も5年にもわたってこの理論値から相場がずれていくということがごく普通に起こっている。で、ここは実はこのインフレ格差ではなくて違う分析をしなければいけないということなんです。今右に出たこの図ですけれども、私がよく使っている図で、相場は時間軸別に異なる理屈で動いているんだと
いうことなんですね。で、この図のうち黄色い線、これが超長期、10年、20年、30年というような期間で、相場の中心軸はこうだという、まあ、この説明なんですけども、先ほどの購買力平価というのは、この黄色い線です。ところが現実の相場というのは、黒い点線、長期数年では、景気に沿って需給が変わる上下動というのがありますよ。で、さらに、実は、この1番、2番を実体経済要因で変化の小さい部分としますと、現実の相場はそれよりも何倍も大きく変動する。その大半はお金の減少で、3番目、青い点線の金融減少として動いている部分があります。実物経済の変化よりも、お金の移動の方がはるかに早いので、その分相場がダイナミックに動く。そしてさらに、この金融減少の末端部分に、投機的な変動の世界というものがあります。まあ、それぞれですね、この変動の種類によって見るべきものが違うということなんですけれども、この左側の図の購買力平価、青い線というのが、この右の図においては黄色い線の、ここに合致していて、そして現実の相場の中で半年、1年、2年という予想を立てていくときには、この2番、3番、4番の方がはるかに重要な分析対象になっているということなんです。ですから、理論で予想するという場合に、まずその時間感覚、タイミング認識というものが乏しいというケースも多いですし、また、エコノミストのように、普段相場に関わってない人たちがこういう理論で説明することが多いので、なおさら時間認識というものが出にくいということがあるんですね。まあ、恒例は、この2012年暮れから起こった安倍相場ですけれども、この当時、この青い線が80円台の後半、そして、為替相場はその直前には75円ぐらいまで行ってたわけです。そしてこれが上がり始めた。突飛な金融緩和によって上がり始めた。つまり、右の図でいう金融現象として、日本銀行がありえないような突飛な金融緩和をしたので、それってさすがに円安でしょうという状況が生じて動いてるわけです。ところが当時、専門家と言われる人たちの間でも、この購買力平価、プラス 20% ぐらいでないと、過去の経緯から言っても相場ってそうそう動いたことはないんだと言って、105円ぐらいまでが正常上限だという人たちが非常に多かったんですね。私が申し上げたのは、それは時間軸の違う認識で、要は金融現象、景気サイクルの観点で言うと、まだまだアベノミクスは続くので、要は通常の 20% 上限ではなくて、これを大きく超えて相場が持続的に進む、つまり円安になるということを申し上げるということなんです。ですから、一見科学的なアプローチで説明されているように見えても、その実、時間感覚を間違えていると、トンチンカンな予想になってしまうということなんです。そして、テクニカル予想なんですけれども、まあ、先ほどの時間軸で言いますと、特に短期ですね、3ヶ月以内ぐらいから、まあ、日ばかり、1日の中の取引等においては、実際のファンダメンタルズの影響というものが相場に及ぼすよりも、はるかに短い期間になってくるので、そこに参加している人たちが何を考え、どう行動するかということが効いてくるということなんですね。で、テクニカル分析というのは、価格とか取引量とか、過去の市場取引データの延長線上で未来が予想できるという考え方なんです。これを正当化する考え方の中には、市場は全ての情報を織り込んで、今の価格ができているから、だからこれを分析して未来を予想するんだという言い方をする人たちもいます。ただ、科学的な純粋理論においては、全ての情報を織り込んでるんだったら、過去の値動き程度のものは既に織り込まれていることなので、その先の予想は使えない。まあ、そんな能力はないんだということで否定的なんですね。でも、実は過去に作られたポジション、つまり投資家があらかじめ買ったものが含み益を出していて、気持ちよく相場をやっているのか、あるいは相場が下がって、これが含み損になって大きくやられているのか、
まあ、そういうことによってその次の行動というものは制約をされます。まあ、こういうことをずっと丹念に分析していくと、過去の動きが次の比較的初期の段階の動きを制約しているという場面は多々見られるわけです。ですから私自身は相場についてテクニカル分析は完璧な予言のような予想ではないけれども、部分的に解釈をすることには役立つというこういう認識でいます。特にテクニカル分析、指則演算程度で分析をするわけで非常に手軽であるということから、実は相場をデフォルメした、つまり極端に特徴を書き出そうとした、似顔漫画のようなものだというふうに申し上げている次第です。似顔漫画、つまり肖像画を精緻に描いた写真のようなと違って、精緻な分析はできないけれども、ざっくりと、あ、これ安倍首相だ、あ、これ菅首相だ、まあ、こういうことの認識は誰もが持てる、まあ、この手軽さゆえに定着もするし、意外と複雑な相場の動きの中では、もう単純化されているがゆえに有効な場面というのがあり得るんだということなんですね。そして、その掴もうとしているものですけれども、モメンタム、相場の勢いです。これ先ほど見ていただいた図ですけれども、相場がこういうふうに加速していくときに、この加速の度合い、勢いというものを見ていくというのがモメンタム。転極点は先ほども申し上げました。相場のピークよりも先に、この勢いが鈍ってくると、そこを捉えようとする。相場が動いた時の抵抗、支持、あるいは相場に特有の変動のパターンを抽出してくるということなんですね。部分的にそういったものが成立するということは予想を抽出できます。ところが実際にはそういうパターンが出ると思ったら実現しなかったということで、騙しであるというような展開も多い。最初の台風の図で言いますと、分岐点というものがそこかしこにこのテクニカル分析によってはあって、それを超えるか超えないかということによる相場展開の面、切り替わりということが頻繁にあるということもあります。それから大きな相場においては、事後的にはそれが成立する。つまり先手は打てなかったけど、後で見るととってもはっきりとテクニカル分析はシグナルを出しているんじゃないか。こういうことが多々あるので、当たったように見えるということもあるんですね。ですから、テクニカル分析の捉え方というのは、部分的には使えるところがある。だけれども、多くの人たちは単純に計算できる、そして似顔漫画のように分かりやすいということで、かなり過大評価してこれを使っているという面があります。そしてまた、専門家の中で、テクニカル分析で結論を言う人たちというのは、日々これが上、これが下、どこまで上がったらいくらまでいく、まあ、こういうことを言い続けることができるので、その点では単純明瞭な予想を強い調子で語る、まあ、それを聞いた人はなかなかそれに逆らいがたいというところもあるんですね。でもテクニカル分析はそういうものだということをまずよく理解しておくという必要があります。ちなみに、ちょっと事例を入れておきました。これは、アメリカ株式 ETF で、2020年のベストパフォーマーの一つだったアーク社のイノベーションというものですけれども、華々しく上がって2月にピークアウトをしました。この展開の中で、今この図のピーク付近をご覧ください。相場は上がっている。そしてこの下、MACD ですけれども、勢いは下がって、まあ、つまり、モメンタムが低下する、変極点を迎えている。こういう捉え方になるんですね。そしてそれまで相場のトレンドをやっていたこのオレンジの線、移動平均線に沿って動いていたものが、この相場の変極点を迎えた後の下落で割り込んだら一気に下抜けてしまう。まあ、こういう展開になったわけです。そしてその後、今ブルーの影を入れましたけれども、落ちてしまった後、相場は戻りかかりましたけれども、ここで、勢い、戻り売りに押されて押し返る。そうすると、これよりも上のところにあったポジションというものは、含み損を抱えて上値にのしかかるという展開になるんですね。ですから、その後何度か相場は戻ろうとするけれども、戻りきれない。
いう展開になって、逆に下抜けてしまう。で、下抜けたときに、過去に作られたこのポジション付近、このあたりのポストのポジションがあって、まあ、ここから先、慌てても含み損になるなという躊躇は若干出ることによって、勢いがなくなると。まあ、ここで止まります。で、この止まった後ですけれども、実は、戻りかかったここですね。ここでまた持ち合っているので、ここにも含み損の新たなポジションができてますから、この手前のところでまたちょっと進み上げれるかもしれないということが想定される。ただ一方で、この3月、4月あたりの下落ですね。これを経て、また矢印が出ますけれども、このピンクの線のように相場は下がって、でも、モメンタムは上がってきているということで、そろそろこのあたりで一旦証拠を見せるかもしれないということの兆しも出ていると。まあ、こういうふうにテクニカル分析というものは、ある程度その時々の市場参加者の行動について解釈できるというところがあります。ただ一方で、この相場、思ったよりも戻れなかったとか、あるいは思ったように戻ったとか、まあ、そういうこと自体で次々と形状が変わっている。まさに台風予測の分岐点のようなものがそこかしくにあるので、やはり予言のような予測技術にはならなくて、事後的にはこうだという解釈ができる場面があるというところにとどまっています。ただそれができること自体でも有用性はあるということを2回目、3回でも見てまいります。ということで今回のまとめですけれども、予測ツールには限界があるんだということで、コンセンサス予想、これは予想というよりは今を語っている傾向が強い、理論予想、時間認識はあるのか、タイミング認識はあるのかということをお話をしました。テクニカル予想は過去の価格の変動だけで将来を見通すということは理論的には否定されている。だけれども過去に作られたポジション等々というものはその後の行動を制約するので、部分的には予想として解釈として使えるところというものがあり得るんだということを申し上げました。で、単純明快なアプローチなので、逆にそのことで超過大評価をされているというところもありますから、そうではないと、非常に限定的な予測ツールなんだということを理解する必要があるというのが私の見立てです。改めて、申し上げますと、予言のような予測技術は存在しないんだということですね。でも、その限界あるものなので、逆にその限界を認識することによって、この部分が使えるという、そういう活用法がきちんとあるんだということも お話をしております。そして2回目ですけれども、予想に裏あり、裏事情ありということで、普段皆さんが目にしている形の予想について、それぞれそれが一体何なのか。正体についてお話を申し上げます。私の動画を継続してご覧になっている方も随分増えてまいりました。今回のお話というのは、皆さんが投資をされるときに自分が採用している予想というものがどういうものなのかということを理解するということも重要なポイントですけれども、同時に私はアプローチの一貫性ということを常に心がけて、お話をしております。まあ、その点で、私の動画の定流で、脈々と連なっている予測の扱い方について、ご理解いただくと、動画をなお一層楽しんでいただけるのではないかと思う次第です。この動画を YouTube でご覧になっている方へ、田中泰介のマネーは語るは、楽天証券の投資情報メディア、投資るにて展開をしております。過去の動画レポートもそこには掲載されておりますので、ぜひご覧ください。この動画がいいなと思われた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてこの動画の続編パート2もぜひご覧ください。